僕のターン。ドロー。今から腹ペコの君に僕のとっておきをご馳走してあげるよ。出るわよ、ミッチーのとっておき。僕は手札からワンダーレシピを発動。このカードは自分フィールドのフードセメタリーに置かれたカードと同じ枚数だけロイヤルクックメイトを攻撃表示で特殊召喚できる。今フードセメタリーの中のカードは3枚。オーダー入ります。ナイトナポリタン、プリンセスプリン、プリンスカレーを特殊召喚。の中のモンスターと同じ数の上級モンスターを特殊召喚だなんて、こいつはうまそう。じゃなかった、手ごわそうだぜ。フードセメタリーが発動したターン破壊されたクックメイトはフードセメタリーに収容される。そしてワンダーレシピによって収容したクックメイトと同じ数のロイヤルクックメイト特殊召喚できるのさ。モンスターを倒しても倒した分だけより強いモンスターが現れるコンボか。その通り、これが僕の完璧なレシピさ。アクションカードいただきます。あいつまたアクションカード。揃った料理が冷めないうちにワンダーレシピもう一つの効果発動。このカードの効果で特殊召喚したモンスター1体につき相手プレイヤーに300のダメージを与える。特殊召喚されたロイヤルクックメイトは3体ってことは 300×3 でダメージは900。料理のお代はライフポイントでお支払い願う。